伊藤、役割果たせず。阪神の先発、伊藤将司は3回5安打4失点で降板となった。2対4の4回、ワンアウト満塁の好機で代打渡辺を送られた。伊藤将司は発熱で登板回避したビーズリーに代わり緊急先発。1対0で迎えた初回は2アウト満塁から宮崎に2点タイムリーを浴びた。2回は無失点に抑えたが、2対2も3回2アウト1、3塁から再び宮崎にタイムリーヒットを浴びた。さらに2アウト1、2塁から山本への2球目がワンバウンドの暴投となり、セカンドランナー牧の生還を許した。7月6日 DeNA 戦以来の先発白星を目指したが、悔しい結果になった。出た。必殺チグハグ。もうええわ、今年。来季やり直して。もう今シーズンは先発させなでねえ。岡田よ、4位になったらあれやど。木浪と伊藤将司、邪魔するな。伊藤将、配信投球しすぎや。頼むから、今シーズンはもう2軍におってくれ。なんで調子悪すぎる伊藤やねん。優勝したないんか？木浪のゲッツーミスと送りバントミス、これが全てやん。井上はいつ使うの？鍋用なんか、三振かゲッツーやろ。やる前からこうなることは分かってた。伊藤の先発はないわ、サトテルの野球脳のなさには呆れるばかり。後から出てきた岡留もあっさり失点。今日は終わった。分かってたやん。安定の序盤4失点。使うやつが悪い。よく4点で収まったというくらい何もかも悪い。他にもっとマシな投手おったやろ。抑えられる球が一つもなし、今日の負けで優勝がさらに遠のいた。試合を作れないことは予想していたが、残念に伊藤将司はもう今季は先発はないな。投手陣が豊富というが、本当に信用できるのは才木だけ。優秀なバッティングピッチャー。岡田采配も、なんだか普通にダメ監督の采配で、何のひねりもないな。こうなることは予想されたはずなのに、先発させたどんでんの責任やろ。でしょうね。何の驚きもありません。